さっきは妖おじさんを説得してくれてありがとな。オイラたちが送ったサインに気づいてくれて助かったぜ。二人とはそれなりに長く付き合っているからな。その経験のおかげだ。それに大したことではない。気にしないでくれ。ひひ、お前の性格は相変わらずだな。でも勝利、見送るとは言ったけど、なんでこんな遠くまで来たんだ？あいつらに聞こえない距離まで来れば十分だったろ？もう一人の友人が来ているからだ。旅人、パイモン。そう！なんでお前が？我はずっといた。幽霊のタコ。もしや、あの神出鬼没な同士が、また防御旅館に来ているのか。こたびはまたいかなる用が。まあいい。同志と帝君、いや、勝利様との間柄を考え、一言挨拶でもしておこう。勝利様、あ、てっきり風同士かと。ああ、いいところに来てくれた。お前もこの新しい代物を試してみないか。動力装置を取り付けたことでタコを上げる際により安定するのだが。相当熱心に研究をされているようだ。安定しすぎることでタコが上空でゆらゆらと揺れる様を見られなくなったのは少々残念だ。実は今回、解凍祭に必要なものを購入するよう同種に言いつけられている。あ、はい、毎年のことですね。おそらく来年も変わらないでしょう。違いましたでしょうか。あ、そのごま油を頼まれたこともありましたし。いや、なぜ同志は解凍祭の期間中に野菜のごま油和えにこだわるのだろうかと考えていた。シャンリンの助言なのだろうか。ショウ、お前はどう思う？フー同士とはあまり深く関わったことがなく、なんとも。そうか。王城堂の者と関わる機会を増やしてみるのはどうだ。暇があれば気軽に寄ってみるといい。こっちは装置を取り付けていない伝統様式のタコだ。この2種類のタコの違いを見定め、より娯楽性に優れた方を選ぶようにと同種に頼まれている。ちょうど手が欲しいところでな。もう一つのタコをあげてもらえないか。はい。比較してみましたが、速度を求めるのなら装置を取り付けた方のがいいでしょう。なるほど。代わりに同種に伝えるとしよう。この二つのタコはお前のところに預けておこう。普段友人と共にタコをあげるのもまた一興かもしれない。はい。しかし、タコ揚げを好む者など周りにおらぬゆえ。なら、お前の最中を生かし探してみるのもいいだろう。なんだ、ただショーにタコ揚げを手伝わせてただけか。なんか聞いちゃいけないことなのかと思ったぞ。フータオに頼まれた実験だったんだな。手伝わせていたというより、流行りの代物がどれほどの飛行性能を持つか比べるため誘ったと言うべきだろう。うん、つまり大会のライバルがまた一人増えたってことか。ショーはタコ揚げが好きか？好き嫌いなどという言葉で考えたことはない。ただ空へゆっくり登る姿を見ていると、不思議と心が落ち着いてくる。いくらか消灯に似ているのかもしれない。どちらも心に安らぎを与えてくれる。結構なことだ。じゃあ
作ってみたいと思ったことないか？オイラたち、リョウオンシンくんに作り方を教えてもらったんだ。もしショウが習いたいなら教えてやるぞ。せっかくだが、今回は遠慮させてもらおう。我々の中で、模様や装飾の創作に興じるものは、ミヌだけだった。怪盗祭の後、もし暇があれば、道着の寺の近くで我を探すといい。は？そろそろ日が暮れる。俺も帰って同志に比較の結果を報告しなければならない。フータオは元気にしてるか？よろしく伝えといてくれ。ああ。それと先日同志から聞いたのだが、数日後に行栄荘を訪れる予定らしい。二人に時間があるのなら、頃合いを見て行ってみるといいだろう。もし荘内で会えたら、共に歓談のひとときを過ごすのも悪くないはずだ。うん、覚えとくぜ。じゃあまたな、勝利。ああ、また会おう。